おはようございます。ジャパニーズポート始まりました。今日はお膳沼に虫キングと一緒に行きます。初めてです。今荷物を54です。 53、はい、お、じゃあ虫キング53キロで俺が55キロだよね。え、これだけで55キロ俺どうだよね。23でしょ。30、37、47、55で、55と53。よろしくお願いします。いきまーす。じゃあ荷物作っていきます。あれ持っていく、そっちに。ああ、そうですね。オッケー。あ、大丈夫です。自分で移動します。はい、大丈夫です。ありがとうございます。これ虫キングの。あ、はい、俺もです。ビビった。忘れ物結構あるからさ、ここ。虫キングの後ろついていくわ。どんどん行っていいよ。はい、後ろついていきます。今日はクワガタスタイルで出発です。普段俺が休む最初のポイントはもう過ぎてますから。はい、今は橋渡ってから休んでるんですけど、2回目はね、橋の、はい、橋のところの目標か。うん、手前の、いや手前っていうか橋。うん、足痛くないじゃん。足痛くないっしょ。登りは全然大丈夫です。登りは全然平気なんだ。今なりました。まだ痛くてよかったのに。いや、早いよ、早い。左足から簡単に登るのちょっときつい。虫キングの医療費に使ってくださいって言って、4000円が、あれで飯行くの。治療代使えよ。まあ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 。まあ、だからいつまで経っても足が行くのないのに。めっちゃいいペースだね。これだったら、これが続けられたらいいペースで着くね。多分俺途中で、あれ？マー君どこ行ったぞってなるよ。よかった軽くて。俺は休みます、はい、どう行くの次休むの。この階段上がってすぐ遠くで OK。 おはようございます。ジャパニーズポートマサトです。いや、虫キングとね、ああ、疲れた。今日本当は俺、午前中から養蜂したかったんですよ。夏のね、蜂蜜が絞られそうだなっていうところで、ちょっとね、養蜂したいなって
思ってたんですけど、ちょっとね、小瀬沼山荘の方の荷物がたくさんあるっていうところで、まあ、虫キングの方からもちょっと手伝ってもらえませんかっていうのもあったし、あとは、本当は逆にね、俺が予報を虫キングにね、手伝ってもらいたくて、で、電話したらちょっとまあそんな感じだったんで、じゃあ午前中一緒に僕がして、午後一緒に予報やろうみたいな、そんな話になりました。もともと今日ね、五十嵐さんが沼に行く予定だったんですけど、五十嵐さんが今愛知に帰ってて、お盆休みなんで、代わりに俺たちが行ってあげてるっていう、そんな感じです。こんにちは。ああ、ありがとうございます。今日ね、小瀬沼山荘に二人で僕がしていきます。あんま見ないですよね。いえいえ、ありがとうございます、いつも。今日はね、YouTube 見てくれてる人が結構、朝から声かけてくれてます。虫キングと俺が今一緒に歩いてて、まあ一緒のペースで行こうかなと思ったけど、やっぱりペース違うね、俺たちお互い。一緒に行くの嫌だな。もう行ってるし。もう行くの？早いよ。虫キングのね、スピードガンだと、これ、ハハイって、ペース合わないんで、こっからは、楽しくことになります。いや、そんな全然待ってないっすよ。うっそ。結構歩き始めると蒸し暑いっすね。蒸し暑いとかじゃない。もうドキドキが止まらない。さっきの俺自分で撮影しててさ、はい、もう虫キングとはペース合わない。一人で行きますって言った。やっぱりね、チーターとゾウが一緒にね、歩けるわけないんよ。俺チーターですか？ゾウだね。もう息切れが。こんにちは。こんにちは。こんにちは。バスが来たな、これは。ああ、そのタイミングで息切れが。私頑張ったんで、虫キングに後ろついてて、はい、だんだん離れてるんだけど、無理ってなって座った。いつでも出れます。俺今休んだばかりです。はい、ゆっくり行きましょう。いつもこのペース、こんなペース。そうですね。何時についてんの？変えないように、まあ、なるべくペース変えないようにだよね。はい、だから俺あれだと思う、思った。歩きながら山歩きで、はい、こう誰かと一緒に行こうみたいな言う人多いでしょ。はい、ペース合わない2人だと思う、絶対。でもさ、それでも一緒に行くんだよ。うん、まあ、どっちかがやっぱ妥協するか、どっちかがこうカバーするしかないなっていう感じで、はい、だからほら一緒に行ってるじゃん、あれって。あれは本当にね、本当に大好きな人たちがね、一緒にペースだったの合わせられんと思う。いや、そうですよね。うん、山歩くのもペース合わせるの大変ですよね。大変だと思うよ。どっちかが大変だと思うよ。
今俺と虫キングで言うと俺が大変だもん。じゃあ今度俺が後ろから行きます。じゃあやめて、それじゃあやめて。いやびっくりすると思うよ。え、マー君マジでこのペースで休むんですかみたいな。あ、そっちの方が膝もたないと思う。なんか特に今俺立ち座りがしんどいんで、うん、休まず行ってるってのもあるんですけど。うん、そうだよね。はい、考えられない。だってこの三平峠までで俺 1,2,3,4,5,6,7,8 10回休むよ。あ、そうなんですか。どういうやつ飲む。飲んでた方がいいですよ、ね、美味しいですか。はい。YouTube でやってた。 YouTube でやってた。やってました。ええ、なんかしょっちゅう俺の YouTube だったらしょっちゅうやってます。あと10分ですよこれ。いや、ここ涼しいんだよね。いいっすよねここ。いや、荷物置かないとダメだよ。でもここはうわ、イモムシできる。イモムシ。あ、本当だ。ハバチの幼虫。へえ。ちょちょとかがじゃなくてハチです。ハチなんだ。へえ。おお、キモいんだ。わかんないな。尾瀬小屋で平田クワガタ見っけた。平田っすか。コクワじゃなくて。コクワじゃない、平田クワガタ。へえ。動画載っけたよもう。マジっすか。うん。帰ったら見てみます。え、コクワなのあれ。平田いいよ。平田かったよ。めちゃめちゃ。コクワガタだと思うんですけどね。あ、そうなんだ。平田クワガタ群馬県だと多分前橋高崎ぐらいまでしか生息してない。マジで。じゃあ暖かいところの虫なんで。ただでもなんかこの辺地域的にかコクワガタを結構平田って呼んでるっぽくて。そうなの、はい、平田クワガタ。そうですね、まあ和名として本来使われている平田クワガタはそうですね、違うやつ。違うよね。虫キングどれくらい違うでしょうだって。正直そのくらい違うってことでしょう。いや、虫キングが岩清水で待っててくれて、多分虫キングが相当ね足がカチカチになったと思います。多分虫キングは今日俺の遅さにビビると思うな。もう早いもん。どういう灰してんだろう。だ本当にねこれ誰かと来る人って本当にね大好きな人じゃないと来れないと思う。楽しいの、はい、へぇー。一生下りたい。俺下りぼっかなんで。ジェットコースターも好きだもん。あ、下りたいんだよね。登りたくないんだよね。なぜならドキドキが止まらないから。スノーボードも滑れるから登るからね。もう先に行ってください。あのゴールが同じならいつかどこかで出会うんで。はい。
とりあえず急な坂は登り終えました。さっきね、お客さんに先に行ったぼっかさん、どれくらいで会いましたって聞いたら、10分前にすれ違いましたって言ったから、結構話された。こっからはちょっとペース上げて追いつくくらいの勢いで行きますが、やっぱ三平峠手前とかで待ってくれてるかもしれないけど、こっからまた巻き返します。もう行ってると思ったわ。15分ぐらい待ってましょう。リアルそうでしょう。お客さんに、すれ違うお客さんに、はい、先に行ってたぼっかさんはどこら辺にいますかって言ったら、10分前に会いましたみたいな。で次に会った人がいたら、12、3分前ですかね。次に会った人、15分前ですかね。あれ伸ばされてる、伸ばされてるじゃんと思って。もうこっからは強いんで、俺こっからはもうダメです。下り入るんで。下り渋滞起こしちゃうんで、もうあのね、苦手な難関は俺は抜けてきたんで、こっからは早いっすよ。もう俺は待ってませんよ。あそこめっちゃ怖くないですか。三平下ってて、うん、こう木道がこんな四角に両方なってる場所あるじゃないですか。うん、こうね、はい、あそこ一番怖いよ。あそこもう膝爆発するかと思うんですよね。こう逃げ道もあんまないんよね、あそこって。そうなんですよ、左右なんか木道降りてとかっていうのもやりづらくて、あそこは結構難関だし。でさ、お客さん今日なんか何人かいるなと思ってすれ違って、はい、今カメラ向けてもいねえからさ。今カメラ向けてもいないんだよね。でもいるとさ、やっぱりこっちお客さん下ってくんじゃん、はい、だから下りだとお客さんこっちのいい方の木道行ってくださいと思って俺こっち歩いたんだよね。あこっちめっちゃ滑る。滑、あそうですか。いやわかんないです。ウェーブライダーがすごいのか。何それ、何そのウェーブライダーの宣伝入っちゃったの。いきなり嫌だもう。なんだ、じゃあ金が悪いんかな。めっちゃ滑るね、ここ。あ4回くらい滑ったね。かっこいいっすね、その色。木道から、これ MK450 っていう、マー君450っていう感じで、はい、おー、はい、あの、マサトモデル出ましたんで。キーンからマー君モデルが。それはトレッキング用の靴ですか。うん、トレッキング用。初めてキーンさんが送ってくれましたね。おー、使ってくださいっていう。で、良くなかったら別に宣伝もしないし、はい、あのダメって言うけど、これ木道めっちゃ強いね。まあ、ここめっちゃ滑るけどね。この苔の木道はめっちゃ滑るけど、普通の木道めっちゃいい。尾瀬ヶ原とか全然平気だね。雨の日とかさ、あえてこう裏面は結構ゴツゴツしてるんですか。そう、こんな感じ。おお、なるほど。前回使ってた金が俺ウォーキングシューズだったんだけど、あの黄色いやつですよね。あの黄色いやつ、はい、あれデザインが好きで、ハチ、ミツバチっぽくて、はい、片手が合っててさ、すげえデザイン好きで、あれはウォーキングシューズで、うん、その起き上がりこぼしスタイル、なんかこうなるんだよね。へえ。なんか後ろ女子に入ったら、はい、前にこう、あ、倒れて、そう乗せてくれるような感じで。おお。これはそれよりもアーチがね弱くてね、はい、そんなこういう風にしないなってないんだけど、そう、でもちょっとこういう機能も入ってるんだけど、めっちゃこれいい。なんかでもアルトラのトレッキングと結構似てる気がする。俺バンビロだからさ、幅もここ広くてさ、はい、で滑らなさのグリップ性もなんかメガグリップとすごい似てて、おー、これマークモデルですね。木道カラー、木道カラーで、そしてソールはオレンジ。マジでなんか木道と同化しちゃってさ、はい、なんかプロモーションというかさ、はい、インスタグラムで撮ろうかなとか思って撮ったわけさ、はい、なんか同化しちゃってんだよね。こっから俺マジで早いからね。俺待ってないからね。了解です。先行っててください。まあ、下りが痛いような膝はな。膝でしょ、痛いの。
そう、膝っていうか、まあ膝の 上下っていうんですか、ね、上下、はい、はいはいはい、膝自体ではないんですけど、うんうんうん、じゃあちょっと先行きます。はい、こっから早いんだよね。ムシキング無事抜けますよ最低だな先輩って。やっぱりお客さん歩く場合は直したね、こっちの左側の木道歩いた方がいいですよ。ここはマジでスケートリンク。9月7日と8日、ちょうどこれでイベントやるんですけど、群馬県から入る場合はここ危ないんで気をつけてゆっくり来てくださいね。78にやるんですか？イベントやります。行く？あー、まあ、6日は休みだったと思うんですけど。金曜日？はい、じゃあ78あれじゃん、なんだっけ、私物東電、竜宮か。何虫キングのイベントあるの？あります。告知してくんない？何言ってんの？東京の大手町で、インセクトフェアっていうイベントがあるんですよ。インセクトフェアっていうイベントがあるんですか？はい、何それ、虫イベントじゃん。インセクト、まあ、その昆虫標本の展示即売会みたいな。へえ、展示即売会？そうですね、まあまあなんかフリーマーケットみたいな感じですね。へえ、9月23日何曜日だ？月曜日です。月曜日人来んの？9月のあ、3連休か。3連休です。ああ、はい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 、なるほどね。はい、虫キング9月23日え、標本を販売するの？標本俺はほとんど出さないですけど。何やすの？あの試合の手伝いと、うん、あとまあちょっとなんか適当に、うん、最終用品とか、うん、ちょっとしたグッズみたいなのを置こうかなと。へえ、そういうのどんどん言って休む一瞬だけ、あぶね一瞬だけね、はい、ここあれだよ、知ってる？あれ、五十嵐さんとは来たことあるの？沼。いや、人と来るの初めてです。あ、そうなんだ。はい、なんか初めての時とかも畑の道知ってるから大丈夫でしょみたいな。あ、なるほどね、はい、初めてのこのルートも一人で来られたんだ、はい、最近あれ知ってるからっていうよりもめんどくせえから一人で行けって感じでしょあ、道知ってるからね。三平峠到着。ここね、こうやって休めるんですよ。いや、虫キングもね、お客さんと交流するし、ちゃんと話し合える人だから一緒に歩いてて楽しいわ。いや、俺もそうだよ俺もそうだよ、そんなもんでしょしか言えない挨拶されても俺、覇気をまとうねあの、すごい覇気をまとう。今喋れないです。はい、見りゃわかるでしょうみたいな下向いて、のしのしガサガサの荷物もギュッシュギュッシュギュッシュみたいな音鳴らしてちょっとスピード出して、あ、本当だ。え、本当だね。右から行った方がいいよ。はい、これ面倒いね。それか真ん中木通りでもいいしね。痛いっしょ膝。あ、いいね。じゃ右寄りで。そう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 、いいね。俺はね、痛くないんでまっすぐ行きますけど。はい、蓄えてるんで。
いやもうやでしょ下り。俺も足首痛い時はさ、木道がちょっと傾いてるところ、はい、足を置くだけでめっちゃ痛いんだよ。あ、うわ木道まっすぐあれよみたいなそういうの懐かしいって思えるもんね今。あ、でもシキングもこの思い出はこんなこともあったなっつって速攻で過去になるからそうだね、 YouTube 残ってるからね。いいからね、ゆっくり自分のペースで、危険じゃないスピードでいいから、はい、もうこっから俺余裕なんで、下りぼっかムシキングのおかげでペース早く来れたわ。普段11時半とかに到着して、はい、沼の井上さんに遅えんだよこっちも休憩中だよ。この会話を15回くらいもしてます出発いつも8時ぐらいですか。8時くらいの時もあれば、はい、ゆっくりのんびりして9時くらいの時もある。あ、その辺だいぶ遠くっすよね、やっぱ。うん、一人だからね、はい、あっちはさ車合わせててとか、はい、いろいろみんなを見ながらの行動になるけど、こっちはもう己しかいないから。まあ沼がその山小屋はあるんだけどね山小屋の都合はあるんですけど、今日も鎮痛剤入れてんの？今日はそうですね、鎮痛剤両方入れてるの？鎮痛剤そんな毎日入れて平気？いや、昨日はちゃんとあれなしでやったの？はい、そうなんだ。じゃあ今日はまあ鎮痛剤ぼっか、はい、今日のタイトルはね、もう決まってる。1人になればなっていうの分かったんで。あ、そういう時は入れないんだ、はい、じゃあ鎮痛剤入れる時は誰かのペースに合わせなきゃとか、なんかそうやってちょっと、ね、自分のペースとかよりかはちょっと無理しなきゃいけないなっていう時にやってんの？あ、そうなんだ。じゃあ鎮痛剤というのは先輩たちの配慮のための鎮痛剤だったんですね申し訳ないわ。飲んだからって治んないですもんね、鎮痛剤も。うんうん。でも俺鎮痛剤自体飲んだことないんだけど、痛みがやっぱ痛くなくなるんだ。まあそうですね、劇的に変わるわけじゃないですけど。へえー、ちょっとここは気付けていかないとね。こっからっすよ。よかったよ、クラファンで治るから。全部治るんですか？ほぼ治るよ、こっから。ありがたいっすね。ありがたいよね。本当は木造じゃなくていいと思うけど、木造を取っ払って治すっていう方向の話をしていくと、今年にだって良くなんねえから、とりあえず。また新しく木道を作るんですか？新しく木道を作る。あ、でこう縦じゃなくて横にしてもらう。へえ、こういう感じで。そうそうそう、そういう感じ。でも全部こういう感じじゃないと思う。ああ、要所要所で。要所要所で横にしてもらう。階段っぽくなるかもしれない。でこの木道だってどうせ10年以内では壊れるでしょ、はい、その間に次のよくやる。怖いじゃん、ここ右行く。こっちは右っす。うんすいません。朽ちる期間中にさ、はい、解決策やお金かからない登山道整備の方法っていうのをさ、ちょっと決めてもらってさ、それでっからさ流れ的にさ、はい、もうずっとこの道が大丈夫なような感じの流れを作るという、その作戦でございます。ここ一番はここ。本当気をつけろ、これ俺はあれなんだけど、人の見てるとすげえ怖い。降りちゃうけどね、俺ここ降りるよね。いや、降りなきゃ無理っすよ。無理だよね。この間そっち側行って、今度は土でズルってなって。土でズルってなるよ。はい、
膝ビシッてなったんで膝ビシッてなったはいはいはい、わかるわかる。うわーこれめちゃめちゃ怖いじゃん、このゆらゆら。もうちょっと下ると左側に木道が全くないのがあるんだけど、はい、そこは大和森の学校の NPO 法人でちょっとやったんだって、クラファン前に、っていうのも、もう群馬県がもうここは直しませんと言ったらしい。国道なのにそうなんですよ。だからここかな、あもうちょっと下か。だから補助金っていうか何か使って、はい、そのお金でみんなで右側の木道だけを、はい、とりあえずよく直しましょうって言って直したんだって。そしたら群馬県が直さねえって言ったから直したのに、はい、そしたらマサトが勝手にクラウドファンディングし始めてそしたら群馬県が直るってなって、なんだよってなったけど、でも直るんだったらよかったってなってくれて、ここがここ、ここ左側の木道全部取っ払って右側にねいいところは全部付け替えたんだよ。ああそうなんだ、何所超えた。でもまだこっから下りだけどね、まあ、いくらかマシ。まあ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 、絶対さっき俺が言ってた話何も聞いてなかったと思う。いや聞いてましたよ山盛りが小説に使って、そう左側を取っ払って切り出した聞いてますね。いやもうシングの行きたいように言って、今日のタイトルは鎮痛剤入れても運ぶんだっていうタイトルなんでそんなとこあったかな、いっぱいあって。いやでもシング肩強いな、もう俺よりか肩強いからね。うん、牧歌と言われてる職業で一番肩が弱いの俺じゃないかなそれは自信ある。肩が弱くったってできるなってところね。まあ確かにそうだね、渡辺さんの上りのスピードすごいから。ああ動画に載ってましたねマイウェイマイペースだから、お客さんの渋滞作ったって気にせずマイペースだからこれがね月の日疲れないんだよと言ってましたけれども、あれ虫キングもう荷物全部山小屋に入れたねあいやいや、これからがねまたメインだからね、今日のこれから養蜂やっていくんで、虫キングとあとヒロキと俺で3人で初めて絞りの日です。お疲れ様でした。当たり前じゃないですか井上さんのね顔が出てきましたよあーありがとうございますありがとう。あー休みだったんな井上さんが来いって言うから
来いって言うから。いや、しかもさ、ヘリコプターから助かったよ。あ、そうだったんですか。ヘリ、多分、最初雨でしょ。雨予報なんだ。ずっと雨だから。やっぱヘリなんかやるか、ぼっかさんですよね。まあね、台風でも来てくれるからね。ねえ。来てくれる人はね。ねえ。休めますかって連絡は一回しますけどね。いや無理。いや無理。で、イライラするんだよな。あー、お疲れ様でした。10月から。2015年は10月から書いてあるんだ。ぽいですね。あ、でも80運んでるっしょ。東電 119.5。 でもこれ下げに入ってる。結構運んでますね。竜宮85。竜宮85だったんだね、その時。八代も72。へえ。いや、やっぱすごいっすね。あとはもうここからこんにゃくだね。俺1年目書いてないの。それがいつも1年目だよな。じゃあ10月の時点で俺はこれぐらい運んでなきゃいけないってことですね。まあそういうことだよね。10月からは。そうだね。今俺が1年目の時のねノートをね、虫キングが見てて、はい、2015年16年のノートだよね。そうですね。でこっちは2017年だから、これ2年目だと思う。おお、そうだよね。16年の夏は何も書いてないっぽいですね。なんで何も書いてないんだろう。あ、またやっぱ16年の10月は書いてあります。1年経って思い出したみたいな感じですかね。俺じゃあ他に何か、あー、カレンダーに書いてたんだ。あ、カレンダーに直接書き込んで。そうだ、そのカレンダー全部見せたかもしんねえ。そう、カレンダー、でかいカレンダーに直接記録するとか書いてたわ。あ、それででかいカレンダーじゃなくって手帳にしようって言ったのが、そのあれかな、10月の期間にいつも思うかな。すげえ、なんかいろいろ調べてますね。でこれあれだよ、これここ、さっきボカのボカやったね。怪我しにくい体を作る重心体幹姿勢。これです。それ俺が22の時かな。そうですね、2016年22歳って書いてある。豆だね。俺もなんだろう、B5 サイズのノートに自分でこう日記みたいな感じで全部書いてるんですよね。はい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 。いや、いいね、いいと思うよ。それ残しときな、絶対。まあ別にポエムは書いてないですけど。ポエム、何？俺がポエム書いてますみたいな。そういう、やめてくれない、恥ずかしいんだけど。いや、なんか日記っていうとポエミーな感じに思われるから。あー、なるほどね。そうなんだね。でもその時多分ガイドの勉強もしてて、養蜂も、あ、やっぱり。あと、蜂蜜、養蜂園の、そうだね。で、山の幸とかさ、はい、多分、俺が人生ずっと考えてたことを多分いっぱい書いてあると思う。パンフレット、ホームページ、ステッカー、フライヤー、ラフだ、開業届、税書、補助金商工会。すごい、ちゃんと、俺も同じこと書いてました。開業するのに必要なのは、そうっすね。そうっすね。名刺作って自分でホームページ。あ、小沢たち、小沢だ。そうなんだ。まあ、やりよね。通る道ってことですね。そうだね。でも、2017年見てみるよ。2017年の方は多分書いてあると思う。ちゃんと初めから。そうですね。まあ冬の仕事もいろいろ書いてますね。そうだね。そういう雪かき。そうだね。冬の青年牧歌。あ、もうこの時からやってたんですね。そう、この2017年から青年牧歌隊やり始めたんかな、俺は。で、5月か。5月からですね。そうですね。4月はしょってなかったですね。4
4月は背負ってなかった。俺スノーボードしたかったから、4月はねずっと滑ってた気がする。挫折シーズンで丸沼とか、そう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 、あと私物行ったりとか。あ、でもやっぱスタートは 33.5 とか 50kg、 ちょっとそうですね、見晴らしとかだと 30kg ぐらいからなんですね。そう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 、多分6月6月第1週ぐらいから68。はいはいはい、そうですよね。あ、6月の2週には83kg でしょ。83、84、75、81。そうだよね、やっぱ2年目、2年目は、はい、今の絵面か。 3年目ですか、2017年、はい、あ、3年目なの。15年からですね。俺今31歳で10年目だから2014年からやってんのか。俺10、じゃああれか、15年、15年が1年目か。じゃあ3年目ってこと、2017年ってですかね。3年目だ。いやでもすごいっすね。80年3年だったら3年目が一番頑張ってたと思う、僕か。そうですね、多分。東電97キロ東電97キロ行ってる。そうですね、見晴らしもう80超えが普通なんですね。そう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 、見晴らし普通に80、最低80キロだったよ。いやすごいな。そうだった、俺らの時は8ビート役場。この頃、8ビート開業したのもこの頃ですか。そうそうそう、今年で8年目だから2024年でしょ。2016年、2016年の3月か4月あたりに開業してる。そうそう、僕がやって3年目で開業したから、はい、3年目だね。じゃあ1年目とに、え、1年目じゃ俺カレンダーか、1年目2年目カレンダーだったんか。なんかスノボーのあれもビーコンの使い方みたいなのとか。そうだよ、ビーコンの使い方とかも。そう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 、やっぱ 山入るときは絶対つけてるんですもんね。そうだよ、山。もうその時は全てが初心者だからさ、全部一個一個書いて、書かないと覚えない人だから。せえ、カトマンズ入国。ネパール行ったんだよね、その時ね。いや、この海外の旅のあれも見たいですね。日記ないんですか。あると思うよ。あ、携帯のね、はい、ノートに書いてあるんだけど全部。逆に、なんだっけ、そこにない。カトマンズ行ってますっていうの、そのスケジュールで10月。長岡花火。そう、花火だけ行ってたね。10月盛り、勝浦、バグ。バグはバグジャンプだね。ウォールスク、ウォールストリートはクライミング。ああ、行ってんじゃん、ほら11月フルアークス、フルマークス。そう、これ東京に羽田、6時10分に羽田出発して、はい、行ってるね。翌日15時15分。そう、カトマンズ11月17日の3時15分に到着、タメルっていう、まあ、カトマンズっていうネパールの首都だね。はい。そう、これは全部日記はね、携帯にあると思う。あ、これ1年目だから、はい、全然短く2週間くらいしか行ってない。そうですね。へー、やっぱ日記書いておいた方がいいよ、面白いと思うよ。書いてますよ。うんうん、残しときな。俺1年目2年目のやつマジ捨てちゃったかもしんねえわ。俺これに全部さ1年目が書いてあるんだと思ってた。ああ、結構豆ですね、こういうのちゃんと残してるの。うん、自分が何をしてきたかっていうのは、携帯の足跡っていうノートが書いてあるんだけど、はい、足跡っていうノートにもいっぱい書いてあって。へえ、
そうか。僕は僕はね、6月とかは全部。こういう落書きですね。ちょっとかっこよく自分の名前書こうとし。でもあの途中だ、あの中途半端に諦めたみたいな。金額だけは書いてるね。あ、2年目の6月はね、38万5999円。ああ、結構稼いでますね。7月は28万4495円。8月は28万7828円。9月は23万1923円と、大根、こっからそう大根行き始めたの。2年目の秋から朝取りの大根のバイト始めた。おお。で3年4年目ってずっと朝6時半ん3時に起きて、3時起きか、4時5時6時で大根抜きのアルバイトやってから僕がやってた。ずっとめっちゃ働きますね。めっちゃ働いてたよ。で10月になってから青年牧歌隊行き始めたんだね。おお。ほら、二俣山。二俣山だね。10月の13日で僕が終わって、2017年は。で、秋はこんにゃく。秋、こんにゃくのアルバイトしたね。こんにゃくの収穫ですか？そう、収穫。こんにゃくの収穫秋だから、はい、こんにゃく行きながら青年牧歌隊やりながら、全部仕事を埋めてたね。で、12月からはもう何も仕事しないみたいな。ああ、もう滑るだけ。滑るだけ。で、これワックスか。あ、ムンターヒッチとかね。ロープワークね。あと何が必要かとかね、ガイドで。何が必要か。あ、でこれ岩倉のミルキーウェイコースをもっとこうした方がいいんじゃないかなってずっと一人考えてた。で僕以外に何をやっていくかっていうので、ラベル考えたり、スプーン考えたり、フキノトウとかその山菜系、山のサーチのラベルとか考えたり、どこに下ろすかとか。これなんですか？ GM GMGA。 これ資格を取るために勉強する時期が秋で、スノボの資格ですか？いや、これあれだよ、ガイド、ガイド、ガイド、全国のガイドできる。ああ、渡辺さんが持ってるやつ。そうこの GMGA、 日本山岳ガイドのやつ。そうその勉強するタイミングで、萩原養蜂園は1年間通してやっていく、バグジャンプは秋にスノボのジャンプを練習する、サーフィンは夏と秋でやりまくる、スノーボードは冬やりまくる、スケボーは夏と秋できるみたいな、で年収がいくらになったらっていうか、山菜と植木とかが自分では手に職として持ってるから仕事していくみたいな感じで考えてたんじゃないかな。でもこれ、そっか、俺捨てちゃったかもな。あ、11月6日2017年11月6日は草津旅行、僕が打ち上げ草津旅行行ってますね。そうだね、3年目からしかこのノートは残ってなかったか。あとはでかいカレンダーの紙でやると後々邪魔になって捨ててしまう可能性があるんで、やっぱ皆さんはね、ノートに書いた方がいいですね。自分の歴史っていうのはね。そうだね、私物山荘とかの冬の単価はいくらで、で全部給料も一日一日全て計算しておいて。今そんなこと全くやってませんけどね。でも3年目の6月中旬からはもう80キロ余裕で行ってんね。週6日ですよ。そうですね。でもさ、月曜日もさ、結局さ全部入ってるんだよね。石高さん家に草刈りしに行って、で足首のために原沢接骨院行ってて、
で12日のこの月曜日はガイドの研修9時から4時までやってて、あ、これガイドで仕事やってんだ。あ、研修会じゃなくて仕事。仕事だね。で26日も草刈りだから月曜日も全部仕事入れてんね俺。でも原沢も行ってるね。あでガイドやって、で海のサーフィンしに行ってて月曜日。でこのガイドだね。3年目は月曜日全部ほとんどガイドか接骨院かサーフィンかだね。そんなガイドやってたんですね。そう結構やってたよ。あとはほら原沢行かない時はプール行ったりとか。プールってあの沼田の市民プール。いや俺前橋のプール借りてた。ここすげえいいとこ。ここから前橋だよ。前橋。あ、前橋。であとはここからも大根だね。ずっと大根も朝入って。大根大根。そう盆踊りもしてるね。盆踊りはこれあれだから、片下の徳屋のさ消防でやるからさ、はい、要は仕事だよ。まあこういう風に歴史が詳しく。あ、9月18日は君の名は見に行ってるね。あ、懐かしい。そっか、2017、俺が高校生の時流行ってたから。あー、そうなんだ。そうですね。君の名は。君の名は見てますね。へー、まあちょっと詳しくこれ見たい方がいたら、今度あの読みながらでも、ライブとかでもやりますんで。いいっすね。はい。今からちょっと蜂蜜絞り行ってきますんで。はい。早く行こうぜ。ちょっと暑いですね。暑いね。ちょっと今から防護服に着替えて、今日は蜂蜜を絞るための巣を引き抜くっていう。そう、もう抜くだけで俺の車に乗せて蒲田に運ぶって感じかな、はい、よし、ちょっとパパやっとやっちゃうか。で途中で合流でヒロキ来るから。はい、了解です。行きましょう。はい、お願いします。はい、小瀬沼から帰ってきて、今蜂蜜を絞る巣枠を抜いてます。激アツです。超熱いっす。早く太陽沈んでくれ。ちょっとね、蜂蜜絞る枠だけを抜いて、そして予報場というか蜂蜜絞る場所に移動してから蜂蜜を絞るんで、とりあえず今日ひたすら蜂蜜を絞れる蜂の巣を抜くという作業を今やっております。3時46分。もうそんな時間なんですね。もうそんな時間。暑すぎですマジで。ボッカよりかある意味しんどいから。この湧き水ポイントは片品の名水とか湧き水ポイントとかは名前は一切載ってない、ローカルオンリーの湧き水ポイントです。いやでもデコイミぐらい回復しました。デコイミほぼ回復じゃん。もうデコイミって全回復だよね。そうでしたっけ。全回復じゃなかったっけ。あれホイミ、デコイミ、デホマラじゃないですか。デホマラか。デホマラ、デホマズミ。そうだ、ベホイミくらいやったら、まあ、まあ、半分くらいは戻ったかなみたいな。太陽がね、ここは日陰だからいいけど、予報上だともうちょっとね、日が当たってるから、あとでも30分すれば日陰になると思うんだよな。マジここでホーリーバジルもさ、そこで収穫してここで洗ってんだよね。近いから蜂も水飲めてるよ。そうですね。いやでも真夏の蜂蜜ちょっと少ないな、いつもよりか。あー、うまいと思う。スズメバチめっちゃいるけど多分巣があるんだろうな。うん、ほら水飲んでるよね。あー、足長っすね。足長か、はい。私たちは蜂蜜の香りするからめっちゃ来そうだな、蜂が。あ、足長も。いやちょっとでもマジで生き返った。
どうですか、10年前、20年前でも、果たしてなら30度超えてますから、普通に。いやー、10年前、最近だと思うよ。超える日はあったけどね。でもなんかもう絶対超えるじゃん、はい、最近。うわー、あー、マジでこの中入りて。いや、ほんとっすね。これで足冷やしたいっす。確かに。ここ好きなだけ使って。一応通り道だからさ、はい、まあ、寄りにくいからあんま寄らないんだけどさ。某有名なお蕎麦屋さんも水汲みに来てるよ。そしたら3箱、3階建てを、箱を3箱と、あと40枚の巣を持ってくる。あと角、中年の門番が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、まあ20個中年の門番を用意する。そんな感じです。お、なんか怪しい2人だな。怪しい。さあ絞り入ります。俺は蜜豚をここで剥いでます。虫キングとナッツが今お手伝いしてくれて、今現在6時、今日は徹夜です。朝朝朝確かに頑張りましょう。めっちゃ絞ってるもんね。ね、どんな感じ。おお、溜まってきてるね。あ、いいねいいね。あ、すごい香り。すごい香りです。はい、どんどん蜜豚を剥がしていきますんで、はい、お願いします。いきます。よーい、はい、おー、なんかめっちゃサラサラしてる感じがある ね、超サラサラしてるね。ひさやき大丈夫です。置いてもいいからね。はい、やっぱ2瓶か、満タンで。うわ、すごい色だ。いいね、めっちゃすごい。こんな早くスムーズだね。なんかこんなサラサラしたのねえ、初めてかも俺は。でも香りすごいね。あ、いい香りする。めちゃめちゃ香りする。なつ、鼻詰まりわかんない、ね、全然何も感じないわ。もったいない。もったいなさすぎる。マスターがしょっぱないい香りするって言ってたけど、めっちゃいい香りするよね。ムシキングするよね。全然しねえだと。全然。もったいな、こんなお仕事してて香り嗅げねえの。はい、はい、ちょうどちょうどタイミングでしょ。こんなもんだよね。いいですね。いいね。真夏の、真夏の蜂蜜です。蜂蜜ですね。すごい色してんなね。はい、食ってみようぜ。これ虫キングにあげるよ。まだこしないからさ。いいんですか。うん、ありがとうございます。ちょっとみんなでワンスプーン舐めて。うまそう。サラサラしてるね、結構ね。ああ、そうですね。こんな感じです。琥珀色、うん、透明感が。とりあえず今日は終了して、水豚こんだけ剥がしました。あとまだいっぱいありますね。いっぱいありますが、明日頑張ってください。これから虫キングは
とりあえずコンビニ行って一服して、うん、そこからの気分で決めます。あ、そうなんだ、疲れた疲れました。了解です、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。マサトさんの予報終わって今9時ぐらいなんですけど、ちょっと久しぶりに虫が見たいなと思ってライトトラップやりに来ました。どう打つかいい、こんな感じか。はい、今日は狙いがクワガタじゃなくてカミキリムシなんで、ちゃんと白い布を貼って飛んできたのがしっかり止まってきてくれるようなセッティングにしてあります。いや、車の中で爆睡してました。細カミキリ、ちっこい宮の方が飛んできましたね。あとは特にカミキリムシは来てないかな。空明るい割には虫来てくれました。はい、こんな感じです。お疲れ様でした。